長金開発、本乱定所は、王義氏が書いた、書道史上最も有名な書作品。353年3月3日、王義氏は、名詞や一族を、会計算の麓の名称、乱定に招き、総勢42名で曲水の縁を開いた。その時に作られた歌27編の序文として王が、書いたものが、乱定所である。王は書いた時によっており、 後に何度も聖書しようと試みたが、総工以上の出来栄えにならなかったと言い伝えられている。いわゆる、卒位の書である。28行324時。王義氏の書の審議官定を行った、党の貯水量は、進む遊軍、王義氏書目において、行書の第一番に、英和9年28行、乱定書と掲載している。自らが農書家としても知られる。 当の体操皇帝が王義氏の書を愛し、そのほとんどすべてを集めたが、乱帝所だけは手に入らず、最後には家臣に命じて、王義氏の子孫にあたる僧の友への弟子である弁才の手から騙し取らせ、自らの両母である明良寮に他の作品と共に服装させた話は、当の何の不行の乱帝記に載っている。したがって、王義氏の親戚は現存せず、 乱帝所もその例に漏れない。しかし、大層の命により、東大の農筆が臨もしたと伝えられる牧石や母国が伝えられている。本書が誕生するまでは、元代以来の霊書体が主流であったが、王義子が当時徐々に貴族たちに好まれつつあった、会所、行書、草書を用いて書を記したことにより、新しい書体が人々に広がるきっかけとなった。墨跡では、 真の権竜帝が収集した三点の模写本が有名である。ともあれ、各林模本を実際に、初頭の農筆が林模したという根拠はない。石板や木板に乱定状を模刻し、それから制作された拓本の中で、古来最も尊ばれたものは、五大北宗時代初期に、秘跡が、貞田竹軍で発見された貞田竹本である。同系列として、海謡本がある。 佐田武本は一般に、王洋順が臨もしたと伝えられるが、これも根拠はない。佐田武本には、復刻本が非常に多い。その他に、長金海八つ本と、新流藩陰本が有名であり、手本としてよく用いられる。長金海八つ本は、矢柱大一本を原本とし、穏やかな書風で、新流藩陰本よりも評価が高い。秋壁道町やよ吉よし町がある。 新流藩印本は、矢柱第三本を元とするが、筆位が牧石より自然であると言われる。また、乱帝上、乱帝信と表記する向きもあるが、これは祖職が、祖父の名前、上避けて以来広まったのであって、あえて、信と表す必要はない。また、各末弱が文化大革命直前に発表した、乱帝上儀作説は、一大センセーションを巻き起こした。 ありがとうございます。